安寧の都市ユニット本当にまあ,あの何て言うんですかね。実際にこう安全都市を作っていかないといけないということでですね。実現に向けてどういう風うに挑戦していくか、それから連携していくかということで。まあ、私の考えをですね。少しお話ししたいと思います。それでまあちょっとなんか？ 論文調文で書いてますけど要するにあのどうやって作っていくのかということで、まあ、難しいけど頑張りましょうよということをまあ申し上げたいと思いますで、まあ、学術的なこともやっぱりやらんとすね実務じゃないんで,ですね学術的にいろいろテーマあると思いますそれで、まあ、これは医学とですね工学があの融合していろいろやってきました。 でまあ、例えば予防医学とです、ね、交通の関係ですとか在宅医療と、まあ、インフラどうなんだと、まあ、いろんな観点がありますが今日はあの災害の話あまり出ませんでしたけども災害医療とです、ね、ロジスティクスの関係どうするかあるいは ITS を使ってです、ね、その老人のお年寄りの,その運転特性っていうのを助けられるのかどうか、まあいろんなところにです、ね、医学と工学が融合してまあチャレンジできるそれから連携していかなければいけない。 テーマがあると思いますので、まあ、この辺はあの、えー、大学にいる人あるいはこれからあの学術的なことをやる人は是非、ねえーまあ、チャレンジしていただきたいと思います。それで実務の方をどうするかということなんですが、まあ、これは講義でもいろいろ申し上げているんですけど案年として何だということはですねもちろんあの100人おられれば100人の定義があると思いますけど非常に簡単に言ってしまうとですねあの ここに書いてますけどあの安寧都市というのはその3世代の人々がです、ね、安心安全かつ健康的に生き生きとです、ね、活動できる町ではないかということなんですけど、まあ、今日申し上げたいのはで、ね、特にプラスアルファがあるんだろうと思いますであの安寧都市ユニットでは現地行ってですね実際のフィールドでいろいろ学ぶということをしていただきました。でこれのの目的はです、ね、その実際にあの本当の 現地に行くとです、ね、プラスアルファの何て言いますかねその、まあ、あるんですね何かが <laughs> 何かというのは多分あのその土地の霊的なものもあるでしょうしそれから、まあ、皆さんのいろんな思いもあるしそれからあの、まあ、歴史的なもの文化的なものがあるんですが私はまああのこのプラスアルファが大事だろうというふうに思っています。ですからあのこの辺をですねしっかりと実感していただいてですね 言葉も大事なんですけどもプラスアルファのところを実感していただければ少しは元気を出していただけるんじゃないかと元気というのはその、えー、一歩前にですね安寧都市を作るために一歩前に出ていただけるんじゃないかなと思っています。でまあ大事なのはやはり連携なんですが誰と連携するのかということで、まあ、いろんなことがあります。で特にですね、あの 医療関係の人と普通のまち、あ、づくりやっている人とかですね民間企業とは今まであまりこの連携してないんじゃないかなというふうに思ってます。ですからその辺をうまく連携していくということが大事だろうと思います。それからガバナンスですこれはちょっと分かりにくいかもしれませんが講義でも何回か申し上げたんですけど結局マネジメントではないということですね。 一的に言えば、もう分かりきったことをですね、マニュアル化して、ま一生懸命しっかり管理するというふうな意味合いですね。だけども、我々が直面している問題はですね、あの方法がわからない、どうやっていいかわからない、アプローチの仕方もよくわからないような複雑なしかも重層的にですね、あの問題がある問題なんですね。そういうときにはどうするかということで、結局まあ PDC a サイクルということになるんですけども、まあ、いろんな 知恵を集めてですねやってみるしかないとでダメだったらもう一度やり直すというような試行錯誤的なですねやり方ですでこういうものをあのやっていくとなるとですね非常に大変ですよね大変だと思いますそれでまあ一歩踏み出した人の例をですねちょっとあのお話したいと思うんですけどこれはあの北山村といってまあ、あの人口が440人ぐらいのですね本当にあのちっちゃい村でして まあ限界集落なんだろうと思っていくとですねとんでもない非常に元気なあの村なんです。でまあ高齢化率50%ですからとんでもなく、まあ、お年寄りばっかりなんですがあの平成の大合併です、ね、合併しなさいというようなこといろいろ圧力かけられたんですけど結局合併しないで、えー、独立した村としてやっていこうということですね、まあ、あの奥田村長さんはじめ頑張って おられるおられて、まあ成功した例だと思うんですが、だからこのチャレンジはですね。あの要するに、まあ、合併したら効率よくなるだろうという風うな話にですね。完全に違うと我々は自分でやるんだということで。まああの独立してやってこられたわけです。で、これもですね。あの、結局まあいいこと。は、そんなになかったんですが、決意をしてですね。やってみるといろんなことがあの。 周りからなんていうんですかねサポートがあったりあるいはこのジャバラというあの特別なあ特産品がですねあの自生していたんですねたまたまですけどもその村にですね自生していてそれがあの実は花粉症に効果があるというふうなことで,です、ね、全国区で非常に売れるようになったとあるいは、えーまあ、過疎地ですから、えー、非常に離れたところなんですが逆にですね ICT 使えば いろんなことを発信できるじゃないかということでですね、非常に力を入れられたというようなことを聞いております。で、結局今あの非常に豊かな村になっています。それから和歌山県の中でもですね、あの非常に財政的にも優秀なトップランクの村になっているということでですね、まああのまこういう人たちもいると、ま村長さんだけじゃないんですけども、あのこれ でですね、人口がどんどん減っていって400人になってもです、ね、200人になっても大丈夫というようなあの例があるわけで,です、ね、あの悲観せずにです、ね、頑張りましょううとということですそれからもう一つはこれはあの綾部の例なんですがここもあの消滅するんじゃないかと言われて増田さんですから、ね、何かそういう本がありますよね全国で消滅可能都市っていう本があってですね綾部も入ってるんですけども3万5,000人ぐらいなんですここも山崎さんと市長さんがおられてですね 何にチャレンジしているかというとです、ね、年間400人ここは人口が減っているんですがそのうち自然源が300人なんですが社会源ですね出ていく人と入ってくる人の差が毎年100人ずつあってです、ね、減っていくこれはやはり行政の責任だろうということでこれをなんとかなくしたいということで、まあ、いろいろチャレンジされているわけです。が 促進するとかです、ね、それからネットワークを組んで旧で村、ね、落を拠点化していこうというふうなことそれからあの線引き制度の廃止ですねこれもいろんな議論があって、ね、線引き制度というのは確かにあの今まで有効に働いていたんですけれどもこれからのまちづくりの中ではですねひょっとしたら障害になるかもしれないということで。 ま廃止ということになってますので、まあ、知事もあの <laughs> 認めてますので来年今年ですかねこれも廃止ということになるんですけどもこういう今までまあまりあの取り組んでこなかったような分野もですねあの連携とそれから新しい取り組みでチャレンジしているということであの、まあ、皆さん方はその履修生の人ですね勉強していって戻職場に戻ってですねいろんなことをされると思うんですが。 あ考えないといけないのは一歩踏み出すということですね。一歩、えー、チャレンジしてみると、それからあプラスアルファのところを考えてみるということだと思います。それで、あのまあ、結論ですけども、目標ははっきりしていると、ね。目標は、えー、こういうふうになりたいとか、あの社会を減らしたいとかですね。あるいはあ独立して、えー、自立するんだというふうなことはあってですね。そこへ行くプロセスはもう。 山ほどあると思う。どう行くかはですね、あの地方地方によって違うと思います。ですからそこをあのまあその地方の特性を生かして考えるということになると思います。ですからその辺を考えながら、えー、連携をしていくということだと思います。それから、まあ、最後にリーダーシップということなんですが、結局あの、えー、トップに立つ人だけがリーダーシップが必要なのではなくてですね、あの課長さんも係長さんもですね。 下の人もみんな全てがリーダーシップが必要だということですね。ですからあのまあ、今市長さんの話をしましたけれども市長さんだけではなくてですねあの係長の立場であってもですね、えー、そこでリーダーシップを発揮するとというのは新しいところにチャレンジして少しでも前へ進めるということをぜひやっていただきたいと思います。もう時間になりましたのでわかります。